J2 リーグの第14節、4試合勝利のない町田がホームに好調京都を迎えた一戦です。開始早々に試合が動きました。アウェー京都一味の先制ゴール、ハイラインのこのね一瞬の隙をついたところですけど、このねコースのところ右サイド入ってって角度つけて逆サイド、ここの抜き出し方一味うまかったですね、はい、久々の先発で結果を残しました。町田が4分に追いつきます。コーナーキックバーに当たったところ大谷が押し込んで同点。まあ、大谷とするとね、まあちょっと自分のミスでやられた部分もあったんで、まあ、よく決めましたね、はい、ここから試合は膠着状態がお互いにチャンスはありましたけれども、スコアが動かず迎えた66分です。町田、森村のクロスにロメロフランク切り返しからの右足、いやこれはね本当気持ちいいシュートでしょうね。これ深いところ森村が入ってきてで折り返したところ、これ切り返してもう一回触ってまた下ですからね、はい、キーパーちょっと見えにくかったでしょうね、町田が勝ち越しに成功しましたが、82分の京都、この前に町田のカウンターがあったんですよね。そうですね、はい、前に相手が出てきたところを奪ってでも大谷が食いついたんですよね、先頭の動きをね、はい、足元と見せかけて背後でこの時一生懸命奥山カバーに入ったんですけど、はい、角度わざとアングル作って一瞬チラッとキーパーのポジション見て、はい、うまく押し込みましたね。先頭は3試合連続のゴールになりました。試合は2対2で終了、両チームが勝ち点1ずつを分け合っています。